小林芳雄さんっていう人がいてね、皆さんも知ってるか知らないか分かんないけど、この人もうちの卒業生で、ディスコっていうね、何ですか、半導体製造機器メーカーで、世界でもトップレベルのシェアを持ってるメーカーです。で、そこの研究長さんがね、で、まあ、いろんなことがあって、彼のビデオ何本も私でも喋ってるし、インタビュービデオとかもあるから、興味あったら見てもらいたいけど、コーチングやっぱり、なんか元々はもう鬼上司でね、半導体製造メーカーだから、こういう悪口が出てくるんだろうと思うけど、シリコンやろうって言われたなんて、今日は血が通ってないね。この人、頭開けるとね、半導体があるんじゃないか、シリコンやろうって言うんじゃないかと思われば、シリコンやろうとね、言ってました。で、だけどやっぱりあることがあって目覚めて、でね、本当にコーチになろうと思ったって。で、ある時コーチ宣言をしたんだって。みんなにコーチとして関わりたいんだってね、勇気を持って宣言したって。で、別に仕事のことじゃなくていいんだと。プライベートなことも、何でも応援したいと思ってるんだと。何かあったら相談してくれ。で、そしたらね、誰も相談してくれなかったんだって。でも一人だけね、OL さんがね、本当に相談していいんですかって言って、いいよって言ったらね、なんか彼氏とうまくいかないって話をね、私たちのすんごいしっかりな話聞いたんだって。で、そこがね、彼が変わったポイントなんですよね。で、そしたらその子がボロボロ泣いて、そしたらね、なんかね、経理部長が若い OL さん流してるみたいな。でもその子がすごい変わった、仕事も変わったし、プライベートも変わったし、で、それに興味を持って少しずつ人が相談してくれるようになったって。で、そこから会社がこう変わっていったっていう話があるんだけど、私ね、彼の、ね、部下の人に何人も会ったことがあるのね。会社訪問して面白いなと思って会社に行ったので、そしたらね、こういうふうに言うんだよね、小林部長ってね、すごい変わってますねっていう人がいるわけで、転職してきたばっかりのね、課長級の人がね、そういうふうに言うわけで、どうしてですかって言ったらね、いや、ほら、転職してきたばっかりなんで、仕事で分かんないことあるじゃないですかって。で、そうしたらね、部長とこ聞きに行くわけですよ。まあ、課長だからね。部長とこ聞きに行くわけ。で、そしたらね、何々さんって、あなたはね、どうしたいと思いますどうしたらいいと思いますって、必ず聞き返されるんだって。で、最初ね、ああ、この手の上司かと。なんか自分はよく仕事も分かってなくて、なんかね、もしくはコーチングかなんかにかぶれてて、で、嫌だな、で、嫌だなと思ったから、最初にちゃんとね、なんか自分も、ね、言うこと言っておかなくちゃいけないと思って、いや、この会社の方針もわからないから、それを教えてもらいたいんですと。で、この会社の方針に沿ってやりますって言ったら、あ、そうですか、ありがとうございますって。で、それとは別にね、私はあなたの意見が聞きたいんだと。で、あなたは経理のプロでね、で、プロとして来てもらったと。で、まだもちろんわかんないことあると思うけど、今直感的にここまで見て何がいいと思うのかっていう意見を本当に聞かせてもらいたいんだって言われた時に、あ、すげえこの人真剣なんだと。で、自分に期待してくれてるとっていうのがすごい伝わりました。だからやっぱり俺はもっとこの現場を見ようと。で、確かにそうだと。ここに染まっちゃう前に、なんか自分がこれまで蓄積してきたものっていうのをとにかくここで発揮したいと思えるようになりましたと。で、それからね、小林さんに興味があって観察してたんですと。そうしたらね、どんなにその新入社員、それが経営始めたばっかりの人でも、いやいや、これまでの経験を生かしてどうしたらいいと思う、みんなにとって何がいいと思うって、とにかく聞くと、考えさせると、すげえなと思いました。でも行き詰まったり大変な状況の時とか緊急の時はちゃんと答えを持ってて、で、じゃあこうしましょう、こうしてくださいってやることもできると。で、本当にこういう人って素晴らしいなと思って見てるんですよって、なんかすごく熱くね、語られたんです。で、これもね、ベースにあるのは関心なんですよね。関心だし、やっぱり主人公だと思って、絶対にその人の中に答えがあると思って、で、関わるというその期待感、いい意味で、ぜひそういうものをこう持ってください。そうすると質問はシンプルでもいいの、最近どんなことがあったか、もうちょっと具体的に教えて、あ、そうなんだ、その時にどんな気持ちだったんだろうと、ぐらいで言うことね。